かにね。用務機を置く。ええ、構いませんわ。それでは、お話を伺いましょう。私には心に決めた方がおりましたけれど、今やあなたの方がかけがえのない存在となってしまった。芸者の仕事はお客様に一夜の夢を見せることですが、あなたとは夢で終わらせたくありません。あなたとこれからも共に過ごしていきたい。それが本音です。それが許されないものだとしても。今、少しお優しい方ですね。心地よい風が吹いていますね。遊郭の中にいては感じられない風ですわ。あなたも先日ご覧になったでしょう。遊郭というのは芸者を閉じ込める檻のようなもの。行き場をなくした者が集まる場所。華やかさの裏には悲しみが満ちておりますわ。私は井伊様をお支えするため自ら望んで遊郭におりますが、それも今となってはこの頃自分の気持ちがわからなくなる時があるのです。これが本当に私が望んだ形なのだろうかと。特にあなたといるときは。このまま風に乗ってどこかに行ってしまいたくなりますわ。何もかもを忘れてあなたと二人でなんて。ええ、それも良いかもしれませんわね。本気にしてしまわれましたか。芸者の言葉を簡単に信じてはいけませんわ。こうしてお客様の気を引いてるだけかもしれませんよ。ええ、きっとこれはただのざれ言ですわ。さて、そろそろ戻りましょう。どうか今宵のことはただの戯れだとお忘れになって。また会いに来てくださいね。